兄貴。すんません。兄貴。すんません。そうっすね。兄貴。ナイス。兄貴。兄貴。
待ってくださいよ。兄貴、どうだ、恐れ入ったか。あんたがどれほどの堀しか知らねえが、俺のハブにはかなわねえだろ。ほら、ここんところよく見ろ。この色、柄、すげえだろ。なるほどな。いや、え？はあ、見てえのか。
ボケが行きましょう兄貴、バカの相手をしてる暇はないですし。ああそうだな。またんかダボが、わしの話は終わってないっちゅうねん。ジャカー信者、吠えるのも大概にしとけよガキが。ガキやと、ほんどるわしよりガキのくせして。今日はこれぐらいにしといたるわ。我慢せい。ハブに魂を入れとるんだ。じっとしとけ。俺の墨は運命を変える。重さに潰されるんじゃないぞ。俺の背中はハブだぜ。ハブは沖縄の魂だ。どんな運命だろうが、丸飲みにして食らい尽くしてやるよ。よう言うた。お主なら入れ墨に食われることもないじゃろうな。よし、完成じゃ。どうすか兄貴。さすがは先生、惚れ惚れする敵だ。兄貴と同じ歌彫りの入れ墨か。これで名実ともに兄弟分になったってことですね。そうだな。兄貴
兄貴。お？兄貴。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 
Thank you.
いらっしゃいませ。あれは。
お助かった。違うな。お。あれは。違うな。いらっしゃいませ。心に染みるぜ。Thank you.
うまいな。心にしみるぜ。あれは。
ひらめいた。典型が来た。ございます。ねえ。Thank you.
ありがとうございます。ここに来るように言われたんだが、あんたが葵さんか？よろしくお願いします。ねえ、ねえ、キリュウさん、私も我慢できない。ねえ、プロの技早く教えて。彼氏は下手くそなの。おい、一体何の真似だ。え？だってちゃんとお金払ってるんだからいいじゃない。もっと私を楽しませてよ。ねえ。何？金を払ってるだと？そうよ、トモコって子にもう払ってあるわ、出張ホスト代は。出張ホスト？そうよ、だからキリュウさんここに来たんでしょ。違う、俺はそんなんじゃない。ちょっと、どこ行くのよ。何なの？あ？
お、
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。キリュウ、兄貴。
そうか。わかった。ご苦労。どうやら神田の組が四代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。堂島の竜の名は錆びついてねえようだ。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれん。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。沖縄のリゾート計画、あんたに紹介したのはこの俺だ。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は千億はくだらない。今俺らの中で六代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ、真島の兄さん。俺はカムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。今桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。やり方は任せます。後始末しっかり頼みましたよ。もう一軒行きましょうよ。次はどこ連れてってくれるんですか。兄貴も持つ飲みましょうよ。キリュウ、とんでもない情報が入ったぞ。今日の夕刊です。うちの政治部のスクープです。ついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんです。つまり基地拡大法案の成立は確実ってことか。基地とリゾートはもともとワンセット。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。ところで桐生、このリゾート開発裏でとんでもねえやつが絡んでるようなんだ。政治部の記者宛に届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。これはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。